手犬のミュージカルより長い効果だった。どっちだろう、あれより長い気がするな。今度こそ終わりかって、もう日が暮れてるし何とも言えない入学式を終えた僕は疲弊していた。俺も視聴者もめっちゃ疲弊してる。これで本当に学校生活がスタートするのか、不安と期待が入り混じる。いや、不安と不安しかないわ。しかしこの学校こそが僕が求めてきた学びの場なのだ。これからの学校生活に幸があることを祈り、僕は帰路につくのだった。いつヒロイン出てくるんですか。もう1時間ぐらい経ってると思うんですけど。夕暮れ空に照らされながら僕は家へと向かう。はあ、新生活、新学期ってなんだよ。本当だよ、新しい出会いなんて何もなかったじゃないか。新学期早々、新しい出会いなど無縁。まああんな入学式じゃな。それどころかクソ長い入学式でめっきりおちんこ出ていた僕はとぼとぼと下を向いて歩いていた。どうかしたの？おや？僕の目先には誰かの足が映っている。もしや、まさか女の子と見せかけて、ようやく出会えた。やっと放課後ラブストーリーが始まるんだな。僕はワクワクして顔を上げた。そこで僕が出会ったのは、おやおやおや、あれ、なんでまた選択肢ここで変えていいの？一応同じの選んでおく。シュウ君、ちょっと右の方と左の方両方同時に差し出してくれないかい？うん、グーとチョキポとパー全部で殴るからさよっ、出たろう、おちんこ出てるのか、俺が励ましてやろうか。なんで無言なんだよ。俺じゃ不満か？立ち絵があるだけまだね、祝電より100倍増したけどさ。そうか、お前今日女の子に出会えなかったからおちんこ出てるんだな。そうなんだな。長すぎるよ。今日は入学式大変だったよな、本当にな。俺なんか新入生代表であんな長い挨拶読まされてさ、あれは用意されたものだったのか。なんか反応ないからつまんねえな。なんか言ってくれよ。なん、頼むから機嫌直せって。もうあれなんだよ、言葉を、文字通り言葉を失ってるんだよ。明日はもっといい日になるぞ。本当に？このゲーム基準でいい日だとしたら全く期待できないけど、俺が保証してやる。もしかして怒ってるのか？こんなことぐらいで怒るなよ。いや、ね、俺たちの方がね、よく耐えたなって思うよ。うん。ちゃんと牛乳飲んでる？おーい、俺の話無視すんなよ。いいぞ、出たろ。怒りのボルテージをどんどん上げていけ。今、チャージしてるところだからな。その沈黙も長いな。お前も来るか、出たろ。出たろお前もか。ブルータス、お前もか。これでだんだん背景が暗くなっていくとかありそうだな。もしくはシュウの顔も青ざめていくとか。これね、バグじゃないんですよね。すごい、とんでもない3点リーダーの数。仮にこれ、ログがあったとしたら、ログ全部これで埋まるからね。若干ずつ、ちょっとずつ長くなってるね。気は済んだか？俺たちからそれを言っていいか？いや、まだ済んでないです。うわぁ、ここで、ゲームオーバー。残念、私の冒険はここで終わってしまった。くそ、
なんて辛いゲームだ。ここまで一体あの動画何パートかかってるんだ。あのまだこの子ら出てきてない。今度こそ気が済みました。お前案外忍耐強いんだな。これはプレイヤーに対して言ってるな。見直したよ。ちゃんと俺の言ったこと覚えててくれたんだな。よし、俺はお前のためならこれからもずっと親友でいてやってもいいぜ。明日も俺の恋愛講座してやるから楽しみにしておいてくれよな。いいか、明日も絶対学校に来いよ。こんな学校生活続くんだとちょっと不安だな。俺との約束だぞ。知ってるか、学校に通うことには大切な意味があるんだ。おっと、また長い長い講釈が始まるか。来たまず知識とスキルの獲得ができること。学校では基本的な知識や様々なスキルを学ぶことができる。言語、数学、科学、歴史など幅広い分野の知識を獲得することができるぞ。何のチュートリアル文章だよ。社会科と人間関係の構築も忘れちゃいけないな。学校では異なる背景や価値観を持つ他の生徒と交流する機会がある。こうした交流を通じてコミュニケーション能力や協力、対人関係スキルを磨くことができるわけだな。それに自己成長と自己表現の機会も与えてもらえる。学校では様々な活動やクラブ、スポーツチームに参加することができるんだ。すごいだろ。もうほんとお前がすごいわ。このゲームはすごいわ。こうした活動を通じて自己成長や自己表現の機会を得ることができるのが学校のすごいところだ。ねえ、同じことを数回、言い方を変えてるだけで何回も言ってるのがすごいところだ。さらになんと、教師やカウンセラーからのサポートもある。学校には教師やカウンセラーなどの専門家がいるんだぜ。彼らは学業や個人的な問題に関するサポートやアドバイスを提供し、生徒の成長を支援してくれるのさ。そして最後に大切になるのが、将来のキャリアの準備だな。学校では将来の進路に備えて準備する機会と思うのが大事だ。高等教育や職業訓練、または就職に向けた準備をするための情報やサポートを得ることができるってわけだ。そういうわけだから明日もちゃんと学校に来いよ。お、すごい短めで済んだ。もっと長くなると思ったのに。不登校になんかなったら大変だからな。あ、それの理由についてまた長いんですか。ほらー。第2章始まっちゃった。不登校になるとろくなことにならない。不登校になると学校での学習が途切れる可能性が高くなる。これにより将来の進路に影響を与えることがあるだろう。学校での教育を受けることは知識やスキルを獲得し、将来の成功に必要な基盤を築くために重要だしな。それと合わせて心配なのが社会的スキルの欠如だ。学校での交流や活動を経験することは社会的スキルやコミュニケーション能力の発達に重要なんだ。不登校になると他の人々との交流の機会が減り、社会的なスキルや友情の構築が困難になっちまうかもしれない。精神的健康への影響があるって聞いたぞ。不登校になることは精神的な健康に悪影響を及ぼす可能性があるそうだ。自己価値観の低下や孤立感、うつ病などの精神的な問題が発生するリスクが高まるらしい。学校は生徒が社会的な支援を支えを得る場でもあるんだな。しかも将来の機会の影響を与えることもある。学校での学業成績や経験は将来の機会に影響を与える可能性大だ。大学進学や就職活動などを将来の選択肢に影響を及ぼすことになる。不登校になると将来の機会が制限されてしまうからな。これらの理由からも分かるように、不登校にならないことは個人の成長や将来の成功にとって重要だぞ。学校での学びや経験は生徒の健康的な発達や社会的な統合に不可欠ってわけだな。あれ？俺なんでこんな話してるんだっけ。お前もしや何かに心を乗っ取られているのか。作者に乗っ取られているのか。お前もまさか被害者だったのか。そうだ、デタロが恋愛したいって言ってたんだっけ。それでお前結局どんな子がタイプなんだ、教えろよ。この選択肢何回目、3回目か4回目ぐらいだよね。これさ、本当に選んだの来る。一応一貫してこの3つ目選んどくけどさ、残念だけど今のお前にはどんなタイプも無理かもな。だけど安心しろ、明日も学校に来たら俺がまた恋愛講座をしてやる。
それで乙女のハートもがっちり掴んで、ハッピーエンドってわけだ。よかったな。僕とシュウは笑いながら、いや、苦笑いでしょ、これもう。夕日の沈む道を歩いていった。くっ、ゲームクリアした。すいません、ちょっと、この画面の中、ダッシュさせていただけませんか。目の前にちょうどいいガラス戸があるんで、突き破らさせてください。テイクオフしてもいいですか。おやおや、見たことのない記憶の女の子が。あんなこと、こんなことあったっけ。何このイマジナリー思い出。ボイスどころか登場すらしてないんですが、主題歌なんてあるの？主題歌が出るようなオープニングありましたか？あれ？あんまりにも長い文章だから、もしかして見逃したり、うっかりスキップしたりしてないかな？一応視聴者の皆さんにも問いかけますけど、オープニングありましたっけ？多分エンディングテーマではなくメインテーマだから、オープニング的な立ち位置だと思うんですけど、おかしいな、見た覚えも聞いた覚えもないな。スペシャルサンクス、スペシャル被害者ってことですね。心中お察し申し上げます。すべての責任を共犯にさせられるアンドユーが始まってしまった。ゴシゴシゴシ、ゴシゴシゴシ、ギャラリーエクストラってあるけど、なんだこれ。初物語キャラデザ、かわいい。ロックされてるものがあるってことはまだあるのか。主人公が転んだ時手を差し伸べてくれる、こんなシーン見覚えないぞ。ぶつかっちゃったロリ、こんなシーン見覚えないぞ。別にあんたのためじゃないんだからね。いや、なんとしても俺のために出てきてくれ。なんで反転してんのあれか、右向きの顔を描くのも難しいから反転させた状態かな。エクストラ、好きなルートを選んでください。あるのか、ルートが。女の子のルートがあるのか。2周目、一応選ぶぞ。甘々妹系ちゃん。暗闇の中、どこからか声が聞こえる。その声はだんだんと近づいてきて、僕の耳のすぐ近くで聞こえてくるような感覚がした。これオープニングの ASMR 聞いてるあのシーンじゃないか。これでどこかで、シュウじゃなくてこの女の子が出てくるってことなのかな。でもさ、気になるのが、セーブとかロードとかないんですけど、これ投資で頑張るしかないんですか。ボヨン、変わったぞ、ルートが。流れ変わったな。おっと、何かにぶつかってしまったようだ。ひゃー、何やら下の方から声がする。嘘じゃなかったんだ。いたんだね、ヒロインたちは。視線を下に移すと、そこには尻餅をついた小さな女の子がいた。エンドロールにさ、ボイスってあったよね。なんか設定ミスとかじゃないよね。うん。あ、いただだだ、ぶつかっちゃったりする。ボイスは？おそらくさっきのボヨンとした衝撃は僕と彼女がぶつかった時のものだろう。あまりにも背が小さいものだから気がつかなかった。あ、ごめん、大丈夫？怪我してない？すみません、なんで喋んないの？ボイスってボイスの方？私ったらちっちゃいからいろんな人にぶつかっちゃって。僕は慌てて彼女に謝り手を差し伸べる。大丈夫？立てる？
僕の方こそごめんね。全然見えてなくて。気をつけるよ。ごめんなさい。お怪我はありませんか？さくらは大丈夫です。それならよかった。僕も大丈夫だよ。彼女は僕の手を取って、ゆっくりと立ち上がった。ありがとうございます、お兄さん。いえいえ。前をちゃんと見てなかった僕が悪いよ。謝らないで。あう、お尻が痛いのです。桜ってば、またどっち踏んじゃったのです。しゃべれ?大丈夫?保健室連れて行こうか?あう、いえいえ。それには及びませんのです。桜はこう見えて、ラブリー学園の入学生なのです。え、ふん。そうだったの?あまりにもちっちゃいから、どこからか迷い込んできたちびっこなのかと思ってしまった。とはとてもじゃないが、口にはできない。確かに、さくらという少女は学の制服を身にまとっていた。さくらです。水葉なんだろうね。さくらって言います。お兄さんは何て言うのですか?僕は嘘で太郎。みんなからは出太郎って呼ばれてるよ。そうなのですね。では、出太郎さん。改めて、助けてくれてありがとうございます。です。感謝されるようなことはしてないよ。いいえ。ぶつかったのが出太郎さんで、さくらはとっても運が良かったのです。いつもなら、みんなにもみくちゃにされて、ほにゃーってなってたとこなのです。そうなんだ。大変だね。それより、君も新入生なんだね。はい。今日から私立ラブリー学園に入学する水なんとか監督がさくらなのです。偶然だね。僕も今日から入学する新入生なんだ。本当ですか？じゃあ仲間ですね。よかったらさくらのお友達第1号になってほしいのです。なってやってもいいが、声を発してくれ。なんかボイスのボタンとかないよね？押したら声出てくるとかないよね？もろちん、よろしくね、さくらちゃん。はい、仲良くしてくれたら嬉しいのです。ちゃんとボイス出してくれたら嬉しいのですが。僕たちは親子のように握手をした。おっと、そろそろ教室に向かわないと。あ、そうでした。遅れたら大変なのです。それじゃあまたね、さくらちゃん。転ばないように気をつけてね。はい、なのです。出太郎さん、バイバーイ。これで偶然同じクラスで、あの時のってなるんでしょ?まあ、それはいいんだ。別に展開とかストーリーはどうでもいいんだ。ボイスって何?さくらちゃんを走って校舎の入り口へと去っていく。その途中、何もないところでつまずいてるのを見て、ちょっと心配になる。なんだか、妹系ドジっ子って感じの子だったな。1年 D 組、国校だな。で、シュートあって、これほんとさ、セーブがないのが恐ろしいんだけど、セーブがないってことは、それなりの長さで終わるってことと期待していいよね。お、展開変わった。それより、さっきのさくらちゃん。クラスはどこなんだろう。僕と同じ新入生ということは、同級生。つまり、同じ学年であることは間違いない。この時間にこの教室にいないということは、きっと別のクラスなのだろう。それにしても、あの声聞いてないよ、俺は。出太郎くん、君は聞いたのかもしれないけど、その世界にいるから僕たちは聞いてないんだが。さくらちゃんの声は、僕が愛用している催眠 ASMR によく似ていた。知らんがな、どっちかでもいいから聞かせてくれ、ちゃんとした声を。ひょっとして、声優さんだったりして？いや、ないか。おそらく思い違いだろう。思い違いかどうか俺たちにも判断させてくれ。あまりにもASMR の妹とそっくりすぎて、だからそのそっくりかどうかを思わせぶりにさせるためにも、なんとか俺たちに聞かせてくれ。僕が勝手に彼女を重ねてしまっているだけだ。だから俺たちにも重ねさせてくれ。ホームルームが始まり、先生が教室へと入ってくる。はいはい。そんで、すみません。遅れてやってきた可愛らしい女の子の悲鳴が教室に飛んでくる。ドアを勢いよく入ってきたのはさくらちゃんだった。さくらちゃん？先生、ごめんなさい。さくら道がわからなくって、ようやく教室にたどり着けました。伊豆橋、遅刻だぞ。これから始業式だからちゃんとついてきなさい。はい、ごめんなさい、なのです。シャポーン、
しているさくらちゃんとそれを叱る先生は親子のように見えてしまった。体育館へ向かう途中、僕はさくらちゃんに駆け寄って声をかけた。さくらちゃん、同じクラスだったんだね。あ、デタロウさん、本当ですね。私たち同じクラスだったみたいです。それだったら一緒に連れて行ってあげればよかったよ。道に迷ってたんだって？そうなのです。さくら、お恥ずかしながら方向音痴で、気づいたらプールの更衣室に来ちゃってました。そこでさくら気づいたんです。来るとこ間違えたって。そりゃ厄介なレベルの方向音痴だね。大丈夫、あのランマ2分の1の両側レベルじゃなきゃ大丈夫だよ。今度から移動の時は僕がついていってあげるよ。本当ですか？それはありがたいのです。うん、困った時は頼ってよ。はいはいはい、僕たち困ってます。僕と視聴者困ってます。ボイスは、すいません、このもう本当ボイスだけの問題じゃないですけど、はい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 、困ってます。あ、でもさくら、もう高校生にもなって自分で自分のことができないなんて恥ずかしいのです。誰だってそんな時あるよ。それがさくらちゃんは今っていうだけでしょ。そうなのですか？さくら、アホの子ってよくみんなからバカにされていたので、もしかしたら年齢間違えてるのかもって思ってました。本当に間違えてるかもな。まったく、放っておけないな。僕がいつでも見ていてあげないと心配だ。いや、俺たちはもうこのゲームが心配だ。さくらちゃんはどうやらかなりのドジっ子で方向音痴のようで、僕が保護者のようにぴったりとくっついて見ていてあげないと心配でたまらない。いや、本当にいろんな意味でこのゲームが心配でたまらない。あと他にプレイしてる全プレイヤーのみんなが心配でたまらない。その時から僕は彼女に対して特別な感情を抱いているのが分かった。俺たちはこのゲームに対して特別な感情を抱いているんですが、その感情が何だか分かるかい？始業式は無事に終わって放課後、僕とさくらちゃんは夕暮れの道を二人で下校する。さくらちゃんを一人にしたらまた迷子になったりするかもしれないからな。家まで送っていくつもりか？そしていきなり家に上がって、キャッ、僕がそばについていってあげないといけない。会って初日でそんな展開、それはある意味役得で、さくらちゃんにとってもきっといいことで、おお、それはだいぶ一人よがり。僕にとっては幸せなことで。そうだ、僕ずっと妹が欲しかったんだっけ。いつも寝るときに聞いている ASMR のことを思い出す。いやー、やましいな、いきなりそれを思い出すなんて。確かあの ASMR に出てくる妹の名前も、あの僕の思考を遮るように突然さくらは大きな声を出して呼び止めた。もう呼び捨て？モノローグとはいえ。どうしたの、さくらちゃん？デタロウさんに大事なお話があります。なんでしょう？そのお願いなんですけど、嫌だったら聞かなくてもいいです。とりあえず話だけ聞かせてよ。そのさくらのお兄ちゃんになってくれませんか？なんという。ファッ危ない危ない。小さいつがカタカナだったらもう完全に胸にかけようとして顔にかかったあれの言葉ですよ。お兄ちゃん？お兄ちゃん？さくらちゃんが僕の妹に？そりゃ散々妹系の催眠 ASMR は聞いてきたけども、まさか。そんなお願い事をされる日が来るなんて。ごめん、そんな急に言われても。そうですよね、こんなこと困りますよね。あ、いや、困るとかじゃなくて、なんでお兄ちゃんなのかなって。私ちっちゃい頃にお兄ちゃんがいたんです。今もちっちゃいけど。あ、っていうツッコミはやめとこう。お父さんとお母さんが離婚しちゃって、それでお兄ちゃんと離れ離れになっちゃって。そうだったのか。それから一度もお兄ちゃんとは会えていないです。
だから私ずっと多分無意識にお兄ちゃんの影を追いかけちゃってたんです。それで今日出会ったデタロウさんがお兄ちゃんみたいに優しくて、だからさくらちゃん、はい、わかった、僕さくらちゃんのお兄ちゃんになるよ。ただただいつか僕のことを好きになってくれたら嬉しいなって。ダメかな会って初日の展開じゃないねこれ。さくらちゃんなんだびっくりした。そんなことですか。もう好きですよとか。ちょ、なんで笑うんだよ。こっちは結構真剣に。だってさくら、もうお兄ちゃんのこと、とっくに大好き。だもん。まだ自分は夢を見ているんだろうか。朝に聞いた妹催眠 ASMR がまだ耳に残っているんだろうか。僕はまた夢を見てしまっていて、現実を見られないでいるんだろうか。ところがどっこい、これが現実です。普通のギャルゲーだったらね、すごいいい展開なのかもしれないけど、ね、俺たちは完全に置いてかれているねえ、何赤くなってるのお兄ちゃん。いや、ちょっと嬉しくてもう早く帰らないと遅くなっちゃうよ。一緒に帰る。へへ、早くお家に帰ってまた一緒にお布団に入ろうね。うわお、さくらがいっぱいお兄ちゃんをいい子いい子してあげるよ。さくらは僕の手を引いて家へと導こうとする。それは僕がまだ夢から覚めることができてない証拠でもあり、まだ彼女に催眠をかけられているということ。だけどそれでも僕は行こう。お兄ちゃん、さくらの差し伸べた手を取った。うん、行こうかさくら。都合のいい夢を見続ける。なぜならそれが僕の幸せだから。夕暮れに染まる街を僕たちは歩いていった。桜ルートエンド。スタッフ、ちょっと順々に並べ、グーがいい、チョキがいい、それともパーがいい。ボイスの表記なくなったね。とりあえず他の3人も見るでしょ。その後にこの2周目っていうね、ちょっと一番恐ろしそうなやつを見るってことにしましょう。はあ、なんかホラーゲーよりもホラーだわ。